どうも皆さんこんばんは、釣りジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。いつでもお手頃シングルモルト、2000円台から3000円台で買える格安シングルモルトウイスキー10選というテーマで紹介していきたいと思います。今回は以前ですね、ちょっとマイナーなブレンデッドウイスキーでハイボールが美味しい銘柄というのを紹介していったんですけれども、今回はシングルモルトウイスキー編ということで、2000円台ですとか3000円台で楽しめてしまうシングルモルトとしてはかなりねお手頃で親しみやすい、そんなシングルモルトウイスキーを取り上げて合計10選紹介していきます。世間的な知名度で言いますと、スーパーとかコンビニで見るといったほどのすごいよく知られているっていう銘柄ではないものの、大手の主販店とかでお手頃に売られていたりするので、ぜひとも今回の中で興味が湧いたものを気軽にね楽しんでみていただければと思います。おすすめをまとめてがっつり紹介というよりかは、あくまで総集編的な形で幅広く香りや味わいのタイプ別に紹介していきますので、ボトル選びの参考になれば嬉しいです。今回の選出も完全に私の独断と偏見と経験と妄想になりますが、テンポよくねなるべく分かりやすく紹介していきたいと思います。それでは格安お手頃シングルモルト10選ぜひお楽しみください。さて紹介していく軸なんですけれども、まずは飲みやすくて親しみやすい3本、次にシェリーカスク系の特徴が楽しめる2本、最後にスモーキーフレーバーがあったり飲み応えもしっかりとしているウイスキーを合計5つ紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目がこちらでございます。これはねメンズ向け販売なのでちょっと容量が1リッターサイズになるんですけれども、スペイバーンの10年スコットランドのシングルモルトウイスキーでございます。こちらに関しましては、まず家飲みで本当にね素晴らしい安定感のある、そしてかなり飲みやすい部類のみずみずしさであったりとか軽やかさが感じられるシングルモルトウイスキーでございます。飲んでいただくと麦芽の優しい風味であったりとかバニラを思わせる優しいソフトな飲み心地がありまして、そしてハイボールや水割りでもかなり親しみやすいウイスキーなんですよね。最初の1杯目から食中酒にも向いている銘柄だと思います。特にスコットランドの生産地域の中のスペイサイドにおいても特に優しい飲み口がありますので、お手頃かつ家飲みでハイボールや水割りで気軽に楽しめるシングルモルトを探していると、そういう方にはねまず試していただきたい1本です。これはねすごくこう口の中にしっとりと馴染むような優しい味わいもありますので、ハイボールにしていただいてちょっととろみのある中華とかと合わせたくなるんですよね。五目あんかけの焼きそばですとか、あと天津飯のとろっとろの卵とかと一緒に味わっていただくと、このスペイバーンのね優しい甘さと、そしてハイボールでの爽快感というところがとてもすっきりと食事の味わいを楽しむことができますので、ぜひねちょっと脂っこいものとかとろみのあるお料理と食中酒で楽しんでみてはいかがでしょうか。そして続いて2つ目がこちらでございます。同じくスコットランドのグレンターナーというシングルモルト、ラムカスクフィニッシュでございます。こちらにねラムカスクフィニッシュと書いてあります。こちらはですね、飲みやすくフルーティーでコスパ抜群なシングルモルト、グレンターナーのシリーズの1本です。このグレンターナーはですね、年数表記のものであったりとか、このラムカスクと並べましてポートカスクもおすすめですね。蒸留所に関しましてはスコットランドのグレンマレー蒸留所で製造されているウイスキーです。2000円台で楽しめてしまうというね、驚きの安さのシングルモルトでございまして、ハイボールでそのフルーティーさを、そしてその滑らかさを楽しむことができます。ポートカスクの方に関しましてはポートワインのね樽で熟成の仕上げ、このポートカスクフィニッシュタイプのウイスキーでございまして、バニラですとかリッチなフルーティーさがありますし、こちらのラムカスクの方はキャラメルとかブラウンシュガーとかちょっと香ばしさも伴いつつ、余韻にはねスパイシーさもあって結構ね深甘い一本なんですよね。ぜひねこのポートカスク、それからラムカスクフィニッシュ、どちらか気になったものを気軽に試していただくのもいいですし、2000円台のシングルモルトということでどちらもセットで飲み比べするのもいいと思います。こちらね結構スパイシーなお料理と合わせるのも私個人的にはすごくおすすめで、ハイボールにしていただいてちょっと甘みが効いたバターチキンカレーとか、それからほうれん草のカレーに一緒にチーズをねとろっと溶かしていただいて、スパイシーさとクリーミーさとともにこのハイボールで味わっていただくのもおすすめです。そしてフルーティーで親しみやすいウイスキー最後の1本としましてはこちらでございます。スコットランドのシングルモルトウイスキー、グレングラントアルボラリスですね。こちら結構もう予想されていた方も多いんじゃないかなと思います。こちらも多くを語らずとも、もうすでに飲んでいる方とか、もうね家飲みで上飲してるよって方もいらっしゃると思います。2000円台で楽しめるお手軽シングルモルトでありながら、リンゴですとか蜂蜜ですとか余韻にかすかなスパイシーさを思わせるような特徴というのが本当にこれ美味しいですよね。この完成度の高さで2000円台であることをたまにね忘れてしまって驚くぐらい、やっぱね食中酒から食後だったりオールラウンドで楽しめてしまうウイスキーなんです。
このねハイボールで飲んだ時に広がる柔らかく甘い香り立ちとともに、口に含むとね余韻にちょっとスパイシーさも残るというところがすごくいいアクセントで美味しいので、たっぷりベーコンとチーズと、そしてちょっとねパイナップルとかが乗ったようなピザと合わせると、その甘酸っぱさとアルボラリスの華やかさがすごく合うんです。特に私としましても2021年に最も飲んだウイスキーというのを紹介したランキング形式の動画があるんですけども、こちらでもタリスカーと並んで同率1位になったほどの抜群の安定感を誇るウイスキーです。さてこちらね、先日お手頃シェリーカスク、ちょっとマイナー編ということで紹介したんですけれども、こちらグレンマレーのシェリーカスクフィニッシュでございます。このグレンマレー、とにかくですねシェリーカスクフィニッシュに限らず、本当にこのグレンマレーシリーズのウイスキー、軽やかで優しいフルーティーさがあって、しかもシングルモルトウイスキーの中ではかなりラインナップが多い方だと思います。他にも例えばシャルドネの樽を使ったりとか、そしてこちらのシェリーカスクだったりポートカスクですとか、そういう樽違いのシリーズもあれば、いろいろこう選ぶことができるという点もこのグレンマレーの一つの魅力だと思います。とにかくシングルモルトウイスキーの中では破格の、ね、安さだと思いますし、グレンマレー自体がすごくこう軽やかな脂質で飲みやすいタイプのウイスキーも多いので、軽やかフルーティーなシングルモルト、そして個人的に飲みやすさで言うならばシャルドネカスクも美味しいです。完全こうねシェリーダルで熟成したマッカランとかグレンドロナック、グレンファークラスとかと比べると、やっぱり元々のベースは軽やかでシェリーカスクフィニッシュタイプになりますので、ちょっと系統は異なりますけれども、そのシェリーカスクで最後仕上げたようなこのフルーティーさだったりですとかスパイシーさというところ、そしてグレンマレーが元々持っているようなそのね軽やかなフルーティーさというところがとてもねマッチしていて親しみやすいウイスキーだと思います。さてこちらもですね、お手頃シェリーカスク系の特徴を楽しめるということでの紹介です。こちらスコットランドのシングルモルト、タムナブーリンのシェリーカスクエディションですね。こちらに関しましては、まずはアメリカンオークの樽で熟成させた後に3種類のタイプの異なるシェリー樽で味わいの仕上げを行ったというタイプのウイスキーです。今日の中ではね4000円クラスにちょっと迫るウイスキーではあるんですけれども、それこそスコットランドのスペイサイドのグレンリベットとかグレンフィディックといった有名な銘柄がある中で、スペイサイドの隠れた名手のタムナブーリンでございます。個人的にはシェリーカスクエディションのこちらのタイプの方が香りの中からフルーティーさがより豊かに広がるかなっていうイメージがあって、オレンジピールとかアプリコットとかちょっとね黄色い系統のフルーツの皮の部分のピールとかのねほろ苦さとちょっとフレッシュなフルーティーさみたいなところもありつつ、そして口に含むとバニラのような甘い優しいね余韻が続いていきます。そして口に含んでみますと3000円台ではありつつも結構ね程よいまろやかさがあって、余韻もね程よく優しく続いていく点が飲み疲れせずに楽しめるウイスキーです。少しでもお手頃な銘柄で甘みもしっかりとしたタイプを楽しみたいという方にはバランス&フルーティーな一本ということでおすすめです。さてまず1本目なんですけれども、こちら年数はねちょっと別物になりますが、トマーティンブランドでございます。こちらねスコットランドのトマーティン蒸留所のレガシーというタイプが特にお手頃で親しみやすくておすすめでございます。こちらね12年になるんですけれども、一旦ボトルは紹介させていただきます。トマーティンに関しては結構ねアマゾンのタイムセールとかですごく安くなっている時もあるので、12年もねご希望の方はそのタイミングで狙って買うのもおすすめです。トマーティンのこの蒸留所といいますと、スコットランドの中でも日本企業が所有する第1号の蒸留所として知られています。特にこのトマーティンのレガシーに関しましては、トマーティンシリーズの中でもエントリーボトルとして親しみやすいですし、アメリカンオークの樽から来るような明るくフルーティーな特徴があったり、ちょっとねこうフレッシュな要素もあったりして、また飲んだ後の余韻にはナッツをローストしたような香ばしさ、くるみですとかナッツですとかね、そういう要素が見えてくるんです。特にトマーティンはね本当年数重ねていくとかなりフルーティーさもギュッと詰まってて美味しさも感じられますので、まだこのトマーティンブランド飲んだことないという方はね、お手頃シングルモルトとして味わっていただきながら、バタークッキーとかくるみの入ったねマンディアンチョコレートとかと合わせていただくのがおすすめです。さて続いてはスモーキータイプのまさに安定感抜群お手頃シングルモルトということでこちらでございます。スコットランドのシングルモルトウイスキー、アードモアレガシーですね。こちらももう中身があとちょっとになっちゃいました。このねレガシー、トマーティンもレガシーということでレガシーレガシーになったんですけれども、こちらは特にブレンデッドスコッチウイスキーティーチャーズがお好きな方にはぜひとも飲んでいただきたい一本ですね。先日好きなウイスキーを見つけるにはっていうテーマでね動画をお届けしたんですけれども、その中で紹介したブレンデッドウイスキーをまずメジャーなものを飲んでみて、そしてその中に入っている蒸留所を飲むというねシングルモルトで味わうキーモルト飲みというのを紹介したんですけども、まさにそれにうってつけな一本ですね。ティーチャーズに重要な原酒を製造している蒸留所ですし、
まさしくそのティーチャーズの原種確保のために作られた蒸留所でもあるのが、こちらのスコットランドのアードモア蒸留所でございます。こちらのアードモアなんですけれども、たまにびっくりするぐらいネットで安くなってたりしまして、3000円台というイメージなんですけども、2900円とか2800円とか3000円切る時もあったりするんですよね。バチバチにスモーキーフレーバーが強いっていうよりかは、ちょっとこうね、バーベキュー会場とかに行った時にモクモクモクっと漂ってくるような、ああいうこうスモーク感みたいなところもあるんですよね。口に含んでいただくと麦芽の風味やバニラのテイストみたいなところもほんのり見えてきますので、全体としてはそんなに主張が強すぎないシングルモルトとして親しみやすいんじゃないかなとは思います。ぜひとも燻製のお肉とかお好きな方はアードモアレガシーのハイボールと一緒に合わせてみてはいかがでしょうか。バーベキューとかにね持ってって皆さんで一緒にハイボールで味わうのも最高ですね。さて最後はね、3本まとめて紹介していきたいと思います。こちらスコットランドのシングルモルトウイスキー、特にアイラ島のウイスキーでございます。アイリークですね。こちらがまず一つ目で、そして二つ目がこちら。見た目もさらにね、こう荒々しい、まさにストームが描かれているアイラストーム。そして安定のお手頃スモーキーアイラモルトのこちら、フィンラガンでございます。このね、3つまとめて紹介させていただきます。まずね、こちらのアイリーク含め3つのウイスキーなんですけれども、スコットランドのアイラ島産ではありつつも、どこの蒸留所かっていうところは非公開になっているシングルモルトなんですね。まずはじめのこちらアイリークに関しましては、中身はね、若めのラフロイグやラガブーリンなんじゃないかみたいな説はあるんですけども、そこはね一応非公開になっておりまして、まさに妄想が膨らむウイスキーたちなんです。香りの特徴はしっかりとスモーク感があるものの、意外と飲んでみると中盤くらいから優しい甘さも見えてきますし、結構ね余韻も長く楽しめるんですよね。しっとりと長めの余韻を楽しめるスモーキーフレーバーのウイスキーかなというところです。そして続いて中盤にありますこちらアイラストームなんですけども、名前からするとね、なんだかすごく強そうなイメージはありますが、煙っぽいような香りももちろんあるんですけども、どちらかというとこう結構ね、海岸を歩いているようなフレッシュな塩っぽさみたいなところとか、ヨードっぽい香りがありましてですね、まさにアイラモルトの個性というのをお手頃で楽しむことができます。味わいは割とずっしりとしていて、中盤くらいにバニラのようなまろやかな甘さであったりとか、余韻はスパイシーなイメージもありますね。そして最後のこちらのフィンラガン、これがねまたお手頃ハイボール向けシングルモルトかなと個人的に思っております。こちらに関しては中身はねカリラ蒸留所なんじゃないかというふうにも言われてるんですけども、一応非公開な一本ということで、浜辺でこうね海鮮とかをバーベキューしたようなね、そんな香り立ちと、そしてほのかにフレッシュレモンを思わせるようなね、割とフレッシュな爽やかな香りも抜けていきます。とにかくこちらのフィンラガンに関しましては、ハイボールの切れ味の鋭さみたいなところがすごくあって、この3つの中ではわずかにこうフルーティーさみたいなところも感じられるかなと思います。こちらのオリジナルピーティーという紫ラベルも有名なんですけれども、同じく2000円台のオールドリザーブも、こちらもスタンダードボトルでおすすめでございます。いずれもすごくお手頃なシングルモルトなので、スモーキーフレーバータイプのウイスキーお好きな方は、ぜひともこの非公開という点にね、より妄想を広げながら味わって飲み比べをされるのもおすすめでございます。はい、ということでね、まず合計10本一気に紹介してきたんですけれども、ぜひとも気になったウイスキーとかあったらですね、ご自身でもご覧いただいて、あ、この味わいだったら自分の好みに合いそうかなっていう一本を見つけていただく、そんな参考になれば嬉しいです。ということで、ここからはですね、最後に何か一本美味しくハイボールを作っていただいていきたいと思います。皆さんもぜひお好きなウイスキーご準備いただいて、一緒に乾杯していきましょう。さて、いよいよ完成いたしました。こちらグレンターナラムカスクフィニッシュの滑らか爽快ハイボールいただいていきたいと思います。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。では香りから。おー、いいですね。香りハイボールかなりいいですね。ちょっとこうシロップにつけたようなレーズンとか蜂蜜系のイメージもありますね。その奥にかすかにレーズンのような風味も見えてきて、すごくしっとりと深くて甘いいい香り立ちですね。ではいただきます。うん、
あ、美味しい。ちょっとこうね、バニラウエハースみたいなサクサクっとしたような穀物のテイストとか、飲んだ時にすごく清涼感がありますね。うん、複数のハーブが合わさったような、とても爽やかでね、鼻抜けのいい香り立ちがあります。あ、これハイボールすごく美味しいですね。ぜひともね、まずこちらのグレンターナー飲んだことないよって方は、気軽にハイボールで味わいながらお食事と一緒に味わっていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はこちらのグレンターナー含めまして、お手頃なシングルモルトウイスキーを紹介させていただきました。他にもね、おすすめとかあったらぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。このように私のチャンネルでは、家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方や、がっつりレビュー系南線といった動画数々上げております。他にも YouTube 以外には音声配信もやってまして、サブチャンネル、スタンド FM、ボイシーですとか、それからこちらの動画で取り扱っていたこういったオリジナルコルクコースター含めサーモタンブラーですとか、オリジナルトートなどもご用意しております。こちらのウイスキーグースが描かれた樽とともに描かれたサンブラーもね、すごい可愛いので、ぜひ使っていただきたいです。こういったね、グッズなどはすべて概要欄のセルジオウイスキー商店にまとめてあります。1号店がコースター、2号店がトートや T シャツ、そして今紹介したタンブラーなどご用意してますので、ぜひともご覧くださいませ。そしてこのチャンネルにもメンバーシップ機能追加しております。限定動画、メンバーさん限定の YouTube ライブですとか、過去の YouTube ライブを無期限視聴できたりと、様々ご用意しておりますので、こちらも概要欄から遊びに来てください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。これはね、結構強めの炭酸水使っていただいて、刺激がっつりとね、味わいながら、この爽快感と、そして余韻の最後に残るふわっとしたね、甘い優しい特徴っていうのを噛み締めながらね、味わいたくなりますね。はーい。